んにちは。今回はホテル系アメックスカードのマリオットとヒルトンのどちらのカードが本当にお得なのか解説していきたいと思います。最後までお付き合いください。結論から言いますと、目的によって選べばどちらも最高のカードということです。マリオットボンボイプレミアムカードはホテル宿泊とマイルを使って旅行に行きたい人向け、ヒルトンプレミアムカードはとにかくヒルトンホテルにお得に宿泊したい人向けです。それでは詳しく解説していきたいと思います。マリオット、ヒルトンともに一般カードとプレミアムカードの2枚ずつのアメックスカードがありますが、今回はマリオットボンボイアメリカンエキスプレスプレミアムカードとヒルトンオナーズアメリカンエキスプレスプレミアムカードのプレミアムカードで比較をしていきたいと思います。まずマリオットプレミアムとヒルトンプレミアムの共通している点からご説明いたします。この2枚のカードはどちらも通常利用時のポイントが100円につき3ポイント貯まります。どちらのカードもこの時点で高還元ですね。またホテル利用時にはマリオットカードが100円につき6ポイント、ヒルトンカードが100円につき7ポイントとなる点は若干の違いがありますが、ホテル利用時はポイントが多く獲得できるという点は共通となっております。さらにそれぞれの会員プログラムの上級会員であるゴールドエリートが自動で付与され、ホテル宿泊時に様々な特典を得られることも同じとなっております。ここまでは共通している部分をお伝えしましたが、2つのカードの違いをご説明していきたいと思います。わかりやすくそれぞれのカードのメリット、デメリットをまとめましたのでご覧ください。まずマリオットカードのメリットですが、マイル交換時の還元率が高いということです。提携している航空会社とのマイル還元率が高く、基本的には3ポイントで1マイルと交換することができ、マリオットポイント6万ポイントを交換するごとに2万マイルに加えて5000ボーナスマイルをもらえますので、合計2万5000マイルとなり、還元率は 1.25% となるため、効率よくマイルを貯めることができます。しかもマリオットポイントの有効期限はポイント変動のあった日から24ヶ月となっているため、このカードを日々使用していればポイントは実質無期限となります。そのためマリオットポイントが十分に貯まってからマイルに交換することで、たくさんのマイルをゲットすることができ、お得に特典航空券で飛行機に乗れることになります。メリット2つ目は、年間150万円決済で無料宿泊特典を得られることです。カード発行後、150万円をカード決済するだけで5万ポイントの無料宿泊特典を得ることができ、このポイントで世界中のマリオット系列ホテルで無料で宿泊することができるため、これだけでも年会費の元が取れるお得な特典となっております。メリット3つ目は、家族カードが1枚無料ということです。マリオットカードの年会費は4万9500円となりますが、家族カードが1枚無料となるので、ご夫婦などで利用すれば実質1枚あたり2万4750円ということになり、それぞれのカードで空港ラウンジに同伴者1名まで入れることなどを考えると非常にお得なカードなのではないでしょうか。次にマリオットカードのデメリットですが、会員ランクを上げるためのカード決済額が高いということです。これはカード発行時に付与されるゴールドエリート会員よりもさらに上級ステータスであるプラチナエリートになるためには、年間のカード決済額が
400万円以上となるため、この特典を得られる方はかなり限定的となることがデメリットじゃないでしょうか。年間400万円というと月に33万円以上をカード決済する必要があるので、月の手取りが約50万円程度ないとかなり厳しい金額ではないのかなと思います。次にヒルトンカードのメリットですが、まずこのカードを持っているだけでヒルトン系列ホテルでの宿泊時に2名分の朝食が無料になるということです。ホテルの朝食は4000円から5000円ほどしますので、これだけでも1泊1万円お得に宿泊できるので、年に7泊すれば年会費の分は元が取れると思います。2つ目のメリットはウィークエンド無料宿泊特典といって、週末の金、土、日にのみ宿泊できる特典が得られることです。ヒルトンプレミアムカードですと、カード更新時に1泊付与され、さらに年間300万円決済でさらに1泊と合計2泊の無料宿泊特典を得ることが可能となっております。なぜ人気のある週末のみの特典なのか不思議に思われた方もいると思いますが、これは欧米と日本の生活習慣の違いで、欧米ではホテルは平日に利用し、週末には家族で家で過ごすことが多いため、このような特典となっているそうです。週末しかホテル宿泊ができない方にとっては嬉しい特典ではないでしょうか。3つ目のメリットは、年間200万円のカード決済で上級会員であるダイヤモンドステータスを得ることができることです。このステータスはヒルトンの会員ステータスで最上級であり、ホテルラウンジが使用できたり、お部屋のアップグレードにスイートルームまで対応していただける場合もあるなど、手厚い特典を得ることが可能となります。ヒルトンカードのデメリットとしては年会費が高いことです。ヒルトンカードの年会費は6万6000円となっており、マリオットカードの4万9500円と比べると1万6500円も高くなっております。しかし家族カードが3枚まで無料となっているので、家族4人で使用する場合は1人当たり1万6500円でカードが利用できるので、利用状況によってはメリットになる場合もありますね。次のデメリットは、ポイントの価値がマリオットよりも低いため、ポイントでホテル宿泊する際にマリオットよりも多くのポイントが必要になる点です。ホテルや宿泊時期にもよりますが、日本国内であればヒルトンポイント1ポイントで 0.5 円の価値となることが多く、マリオットの1ポイント1円の価値に比べるとポイントの価値は約半分となってしまいます。3つ目のデメリットはマイル還元率が悪いことです。具体的にはマリオットが3ポイントで1マイルに対して、ヒルトンは10ポイントで1マイルとなるため、マリオットに比べて3分の1以下のマイル還元率となってしまうため、マイルでお得に飛行機に乗りたい方にはこのカードは向いていないのかなと思います。まとめますと、マリオットカードが向いている方は年間のカード決済が150万円ほどで、マイルを使って飛行機を使うなど、ホテルと旅行をまとめてお得に楽しみたい方にぴったりなカードで、ヒルトンカードが向いている方は年間のカード決済が200万円以上で、ヒルトン系列ホテルで充実したホテルステイを楽しみたい方にぴったりなカードだと思います。どちらのカードも様々な特典があり、メリット、デメリットも理解した上で皆様に合っているカードを発行していただければ、どちらのカードを発行したとしても、ホテルや旅好きには十分に満足いただける素晴らしいカードだと思います。今回は、マリオットボンボイアメリカンエキスプレスプレミアムカードと、ヒルトンオナーズアメリカンエキスプレスプレミアムカードのどちらがいいのか
というテーマでお話ししましたが、いかがでしたでしょうか。この動画が良かったと思われた方は、高評価ボタンとチャンネル登録を押していただけると、今後の動画作成の励みとなりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら。